ゆうすけのゲームミュージックアワー、今回も始まりました。第15回でございます。15回、はいはい、1回が15分なので短いのでね、15回でもそんな大した時間ではないんですが、はい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 、今回もあ、はい、すごいショールームのみんなすごい見てくれてる。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。ショールームってどういう風になってるんですか。僕もちょっとよくわからないんですけど、なんかアバターちゃんがたくさんいて、あのみんな見てくれてる人のアバターがね、あのたくさんすごい並んでくれてるんです。あんな風に。ああ、そうなんですね、うん、それは、ね、めっちゃ可愛いんですよ。わからない、嬉しいですね、こんなにたくさんの人が見てくれてて。これ今生配信、生配信普段録画のつもりでやってたのですごく恥ずかしい。毎日配信しとるがや。あ、知らなかった。で、知らなかったか。知らなかったです。すごいな、さすがだな、ユーキュン。ユーキュン、ユーキュン、勝手にあだ名をつけました。ユーキュン、ユーキュンです。すごいな。はい、ということでどんどんいきますよ。はい、第9回からですね、はい、もう長らくスクエアミュージックをテーマにファイさんをゲストにお迎えして話をしております。よろしくお願いします。スクエア系は非常に強いので、はい、どうもこんにちは、ファイです。あとで告知します。はい、ゆっくり告知はしたいと思っております。ですね、前回まで、まあ、スクエアの作品ということで主に、サガや、はい、聖剣伝説、はい、つまりあの上松さん、そしていとけんさんの曲を中心にご紹介をしてまいりました。はい、で前回までロマンシングサガまでたどり着いて、はい、ようやく今回からプレイステーションのプラットフォームに移して、俺パイさんが一番好きな、そうですね、これも私が大好物なんですね。ようやく第15回にしてたどり着きました。はい、ということで、曲流しながらいきましょうか。はい、あのサガフロですね、通常戦闘の、はい、サガフロンティア、フロンティア、はい、これ通常戦闘なんですが、これ通常戦闘ですよ。あのかっこいいですよ。かっこいいというか、ちょっとこれ通常でいいんですかみたいな。いいです、ね、でもサガフロに関してはこの後のなんだろう、多分いろいろ出てくると思うんですけども、戦闘曲とかいろんなの聞いていくと、あ、これ、うん、通常だなって思います。これで通常だなって覚えちゃうところが、いや、素晴らしい。バトル、シャープ、マフルかな。すごい、シャープまで、はい、完璧ですね。はい、バトル、シャープ、ワンでございます。いや、ここ、今のここ、タン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 、かっこいいよね。かっこいいよね。これ通常ってことは、つまりずっと聞き続けるわけですよ。そう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 、もう敵とぶち当たるたびにこれを聞くわけですけども、ね、パシッとかって、パオッと消えていくんですけど、なんか敵の、その、サガフロってプラットフォームがプレイステーションに移ったわけですけれども、すごいそこまで画期的な CG とかそうだったわけじゃないんですよ。そうですね、どちらかというと結構プレイステーション その標準的なというか、グラフィック的にはやはりファイナルファンタジーとかをやっぱ前面に押しているので、最前線っていうのはその辺なんですけど、私この曲についてすごく語りたい。どうぞ。すごく語りたい。バトルシャープ4、私もこれ CM の曲だったと思うんですけど。そうです、そうです、そうです、その通りでございます。これはね、なんだ、未だかつてないですよね、こういう曲。もうこのもうちょっと後に入ってきますけど、若干頭ワンテンポを置いて入ってくるこのトラ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 、もうはぁーってなります。ティンパニーっていうんですかね、これは。この音がすごい印象的ですね。ちょっとオーケストラ風味仕立て、オーケー仕立てなんですけど、すごいかっこいいですよね。CM ソングだったんですね。CM ソングでした。もう初めて聞いた時に、なんぞこれと思って、で、これがそのこれ何で聞いたかな、太陽かな、戦闘曲で聞いた時に、これはこんな構成の曲、バトル曲はこの他に類を見ないなと思って、もうどうかまいです。自分の周りも結構やっぱりこれはいいねって言ってくれてたんですけど、私ちなみにバトルシャープ5もすっごい好きなんですけど、でもこれはいいよ、本当に。すぐ覚えられるこの印象的なフレーズが、この途中で入ってくるこの鉄塔の音とか、なんかこの若干そのリズムをずらして入ってくるところに、実際に吹奏楽とかでやったら多分すげえ難しいと思うんですよね。
入るのね。そう、これ聞いてすごく難しそうだなって感じが、もう聞くだけでわかる。でもね、これ聞きたい、これをね、生で聞いてみたい。これは芸術曲なのか。これね、戦闘曲なんですよ、たまらんですよ。生で聞いてみたい。これは芸術曲なのか。これね、戦闘曲なんですよ、たまらんですよ。あー、これ、メタルブラック。メタルブラックカイザー。私、ネット編が一番好きなんですけど。あー、これ、頼むね。いろんな主人公がいて、メタルブラックカイザー、アセス、レッド編が一番好きなんですよ、ロキン・ミノクマンチ、頼むねは、メタルブラックカイザー、メタルブラックカイザー、アセス、レッド編が一番好きなんですよ、ロキン・ミノクマンチ、頼むねは、メタルブラックカイザー、メタルブラックカイザー、メタルブラックカイザー、レッド編が一番好きなんですよ、ロキン・ミノクマンチ、Thank you.